ミラゲイ、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 ヤスオイズミラゲイ。 Thank you。 ヘイヤスオです。ボーレムやっていきます。さて今回ね、新プライムフレーム、なんか違うな、新フレームプライム、まあどちらもいいかとの、ミラージュプライムをビルド紹介していきたいなと思うんですけれども、まあね、前の動画で、まあ、分身ビルドと言われる、まあ、火力を出せるミラージュのね、ビルド紹介しちゃったんで、今回はね、真逆な、まあ、CC 系の、ミラージュをビルド紹介していこうかなと思います。まあ、ミラージュといえばね、本当に昔はね、まあ、CC が強かったんですよね。今はもう弱くなっちゃったんですけれども、まあ、今でも十分使えるんじゃないのかなと思って、まあ、ビルド紹介させていただきます。でね、ちょっと前に、2番のね、まあ、リワークっていうか、まあ、テコ入れ、が入って、まあ2番もね若干使いやすくなったんで、2番も合わせて、紹介していこうかなと思います。まあアビリティのね内容とかもちょっと詳しくやっていこうかなと思います。まずはね、新プライムなんで、レリックをちょっと紹介していこうかな。でネオの M1 レリックでミラージュプライムの BP が手に入りますね。次メソの H1 レリックで、ミラージュプライムのニューロテックの設計図が手に入ります。コモンワークですね。で次、リスのね S7 レリックでミラージュのシャーシですねが手に入りますね。で、次ネオの V6 レリックでミラージュプライムのシステムが手に入ります。まあここはアンコモンワークですね。ネオっていうか、まあネオが若干多いけれども、アクシーレリックが使わないということなんで、まあ集めやすい分類のフレームなんじゃないのかなって思います。はい、すごいね。すごい。さて次は2番の説明していきます。前回ね、まあステータス見たんで、とりあえずね2番発動します。こんな感じでね、なんか宝石置くんですけれども、範囲内のコンテナとか弾薬とか、そして、ボイドのレーザーとか、まあこういう、これは関係ないか、まあこういうねコンテナとか素材系のやつとか、まあいろんなものにね罠を仕掛けることができるんですよね。でその罠はね、まあ仕掛けたものによって若干変わって、さらにこっから変更点ですね。まあね、この宝石置くんですけれども、この宝石敵がね近寄ってきます。はい、こんな風にね、あ今ブラインドかかってるね。まあこんな風にね、敵が近寄ったら爆発するんですけれども、その爆発はね、設置した場所によって若干効果が変わってきますね。まあね、暗い場所と明るい場所によって効果が変わりますよという感じです。で明るい場所に設置した場合はこのようにね爆発するんですよね。でそれ確か電気ダメージだったかな。次暗い場所に設置することによって、さてどうだ、敵がブラインド効果を発揮するんですよね。でさらに分身を使ってる状態で1番をじゃなくて2番を使うことによって、このね分身も宝石を置きます。なんでね、結構ねすごい引き寄せ効果は強いですね。はい、次4番ですね。このようにね、なんかプリズムのなんかよくわかんないボールを投げて、まあ周りの敵にどんどんダメージを与えていきます。でこれね、効果時間終了とともに爆発するか、もしくは自分で解除するかで爆発させることができます。でこの爆発はですね、はい、敵いないかな、あいたね。こういう風にね、なんか範囲内の敵に、ブラインド効果を与えることができます。これをうまいこと使って、CC をかけていくといった感じですね。ただし車線が通ってないとね、あの CC はかからないので注意してください。まあ、そこまでダメージに期待するようなアビリティではないのかな。こういう風にね、はい、発動してすぐ爆発させることによって CC がかかるといった感じです。はい、こんな感じですね。今敵弱いからすぐ死んじゃうんだけれども、ここで試すべきではなかったかもしれない。はい、ビルドを見ていきます。エネミーレーダー、パワードリフト、まあエクシラスとオーラは何でもいいとして、次、クイックシンキングとグラディエーターの QT、さらにフローですね。この3枚つけるだけでもめちゃくちゃ硬くなりますね。グラディエーターの効果自体も強いんでね、ある程度。さらに、プライムドコンティニティ、オーバーエクステンデッドストレッチで、まあ、効果範囲を上げつつ、まあ効果時間も上げたら、まあブラインド時間も長くなるのでっていう感じですかね。で、さらに、インテンシファイなんですけれども、ここはね、正直何でもいい。
うん、グラディエーターの QT も正直何でもいいんだよね、この枠は。まあ自分はね、まあ1番もそうだね、3番も使いやすくしたかったんで、アビリティ力上げた感じですかね。さらにナチュタレなんですけれども、これはね、4番発動遅いからナチュタレ入れるだけでもめちゃくちゃね使いやすくなるので、まあナチュタレ必須かなっていう感じかな、ビルドとしては。さて4番見ていきますか。まあ、こんなようにね、4番使ってすぐ解除して、まあ、爆発させてね、CC かけるだけの話なんだけれども、本当に2番が使いやすくなったおかげで、このようにね、ブラインドかかっている敵に対してもね、誘導することができるんだよね。今まで誘導系のアビリティって、まあ、柄の3番ぐらいだったんじゃないかな。まあ、ロッキーとかデコイをうまいこと使えばできなくもなかったけれども、このようにね敵を簡単に誘導することができるので CC もかけやすくなったプラス、まあ、場所を選ぶけれども追加でブラインドをかけれるんでね、すごい便利なアビリティになったかな。発動もね短いから、まあ、隙がなくね動けるっていうのも、うん、いいところかなっていう感じですかね。はい、といった感じで、まあまあまあ以上野草でした。うまいことね、なんかまあミラージュプライムになってからミラーボールの方もすごいなんか見た目変わったから、まあ良くなったかなって思います。すげえ適当だな。ということで、安尾でした。またね、バイバイ。